どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはホープユーミーウォームド。現実と夢の狭間に位置するような美しく幻想的な光景を眺めながら探索できるワールドです。ワールドに入ると日本語と英語、どちらか2つの言語選択が行えます。言語を選択したら奥の方へと進むと字幕が表示されます。これはところどころで表示されていきます。奥の方には目があるので近くにあるじょうろでお水をかけてあげましょう。水をかけてあげることで先に進むことが可能となります。近くにあるテレポーターに移動することで安定し先に進むことができるようになります。移動先は青に染まった世界で泡が漂うなど夢うつつのような印象を受けます。崖から降りた先ではテレポーターがあり、そこから戻ることも可能です。とりあえず先に進みましょう。そうすると先ほどと同じように字幕が表示されます。このワールドはところどころ区切られており、今のように字幕で場所を教えてくれます。進む先々では湖に浮かぶ朽ち果てた船らしきものや洞窟内の中に立つ建物など幻想的で美しい光景が広がっていきます。基本的には一本道になっているので迷うことはありません。のんびりと景色を楽しみ進みましょう。個人的主観ですが、ここの光景は VR で絶対に見てほしい。最後まで進むと終局にたどり着きます。日が差す光景でそれまでとはまた違った雰囲気です。中心にはコーヒーや食べ物が置いてあり、そこでのんびりとくつろげるようになっています。置かれている扉の裏側にはぬいぐるみも存在し、持つこともできます。扉自体をユーズすることで最初の場所まで戻ることもできます。最後まで行くと夜から朝に切り替わるので、また違った景色を見ることができます。今まで行った景色を見比べてみるのもいいかもですね。そんな感じで朝と夜を楽しむことのできるワールド、皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。